はい、今の時間は3時4分です。干し芋 78g とあと鶏胸肉 100g 分を食べたいと思います。いただきます。はい、今の時間は5時20分くらいです。仕事の合間に若干時間ができたので有酸素だけ今ちょっとやってます。20分ぐらいやったら終わりにしたいと思いますので頑張ります。今の時間は6時14分です。今日最後のご飯を食べたいと思います。で、食べるのがご飯 150g と鶏胸肉、これ100g 分食べたいと思います。セブンイレブンの寒天ゼリーも追加で食べたいと思います。これヨーグルト味です。はい、今の時間9時45分です。さっきパーソナルトレーニングが終わりました。今日1日の摂取カロリーは2103kcal でした。で、マクロ栄養素が炭水化物296、脂質24、タンパク質 159g です。これから家に帰って、動画編集したいと思いますので、今回の動画はこれで以上になります。また次の動画でお会いしましょう。